無数の夢を見ていた。何にもない世界でたった一人、大地、空、海、欲求、願望、愛情、人の夢の中には全部が詰まっていた。ある時、ひときわ輝く夢を見た。優しくて、明るくて、とても強い。会いたい。彼女に会ってみたい。そう願わずにはいられなかった。たとえそれが許されないことだったとしても。私は夢に形を与える。彼女に会うために。どうされてしまいますね、ソフィー。でも全然元気がないみたい。プラフタが夢で見た木ってあれで合ってるの？いえ、私が見たのはもっと。オスカーがいたらな。一体どこに行っちゃったのやら。きっとまた植物たちの声を聞いて飛んでいったのでしょう。だね。とにかくもう少し近づいてみようよ。そうですね。近くに行けば何かわかるかもしれませんし。行こう、プラフタ。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。いつでも前向きな錬金術師、ソフィー。そして人形の体を持つ相棒、プラフタ。二人は慣れ親しんだソフィーの故郷を離れ、各地を旅していました。旅の目的は二つ。一つは、人形の体に魂を入れたプラフタを人間の体にすること。
そしてもう一つは、祖母の足跡をたどり、公認錬金術師の資格を手に入れること。いずれも高度な錬金術の知識を必要とする、生半可な覚悟では達成できない目的ですが、ソフィーに迷いはありません。夢を叶えるべく、今日も前へと歩み続けるのでした。これはそんな彼女が体験した数々の冒険の一つ、夢をめぐる不思議な不思議な物語。近くで見るとますます大きいな。いろんなところを旅してきたけど、こんなに大きい木を見るのは初めてだね。ええ、そうですね。しかし、なぜ私はこの木のことを夢に。不思議だよね。ここまでの道も知ってたんでしょ。はい。でなければこんな森の奥にある場所、とてもたどり着けませんでした。まるで夢に導かれたように。私は以前にもここに来たことが。ブラフト？何でもありません。もう少し見て回ってもいいですか？あら？ちょっと予定外だけど。ヤーコさん、私の世界へ。